まさか自分がっていう感じするけど、本当に嬉しいことです。いやいや、ドキドキワクワクしてますよ。大丈夫かな。皆さん本当にありがとうございます。今でもそうですけど、石垣島の生まれ育って具志堅用高がいるんです。ネクストチャレンジ、こんにちは。具志堅用高ネクストチャレンジ始まりますよ。よろしくお願いします。お願いします。今回はまた生まれ育ったふるさと石垣島に来ております。具志堅さん、今回はなんで石垣島に来てるんですか？もうすぐ東京オリンピックでも聖火がスタートしておりまして、やるんですよこれから聖火を。具志堅さんが聖火ランナーに選ばれたと。そうなんですよ。いやー、ワクワクしてますよね。本当にまさか自分がっていう感じするけど、いやー本当に嬉しいことです。今回いろいろとコロナ対策でしっかり調べちゃいけないっていうことで、まず PCR 検査を受けて、その前に2週間の体温毎日取ってるんですよ。今日の当日朝まで本当に体温が順調なのよ。36.3 から5の間だったね、本当に。じゃあ今日は感染症対策もしっかりして、はい、今日挑まれるということですね。ですね、いろいろ考えてますけど、本当夕べ寝れなかったね。どういうふうに走ろうかなとか、はい、いろいろ考えましたね。もう寝れなかったですね。はい。具志堅さん、ダッシュはしないですか？ダッシュしたらすぐ到着しますね。ねえ。はい。やっぱ150から200っては言ってたけどね。ちょうどいいじゃないですか。100は短いですからね。具志堅さん、改めて今日の意気込みを教えてもらってもいいですか？スタートしてから順調にいってますから、成果をちゃんと持ってね、落とさないようにですね、つなぎたいですね。ちゃんと最後まで頑張りますよ。はい、それで行ってみましょう。はい、ね、ちょっちゅね、頑張ってください。コレクション、どっから、こっちかな。これでよろしいでしょうか。はい、ランナー、ランナー受け付け、あと2週間の体温の、はい、ちょっとお預かりします。かっこいいですね。大きくない？大きいですか？なんか似合ってますね。どうですか、実際着てみて。あるよ、ポーチあったで。はい、持っちゃダメかな。どうなんですか、ちょっと練習やってみようよ。はい、ね、ユニフォームにもちゃんと東京オリンピックって書いてますね。東京2020。前のオリンピックの時に私は9歳ですからね。なんか思い出残ってることありますか？いや、思い出残ってるっていうか、その時石垣島はテレビがないもん。あ、そうなんですね。はい、私が現役を引退してからネットが入ったんだから。あ、そうなんですか。そうよ。具志堅さんの試合とかどうしてたんですか？1日遅れ。1日だから電気屋でみんな見るの。はい、じゃあ石垣の皆さんはみんな1日遅れで試合を見てたんですか？うん、だから好きな人は那覇に飛んで、はい、那覇で生中継を見て。ああ、なるほど。いや、すごいでしょ。すごいですね。それだけ距離があるんだよね。うん、具志堅さん、靴も結構こだわりあるんですよね。あ、そりゃそうだよ。人生もういつ来るかわからない、今度オリンピックは。うん、ね、これ色を覚えてたから、はい、そしたらこれワンポイントつけたの。はい、かわいい。なかなかいないよこれ。はい、僕チャンピオン時代の時の、はい、ボクシングシューズの M ライン。はいはい、いいでしょ。かっこいいですね。これもギリギリでは手に入れたら、うん、なんか足が短く見えるな。足短く見えますか？今風の トランクスみたいじゃん。はい、昔こう短かったの。はいはい、足を長く見せるために、はい、これだったら本当に八重樫チャンピオンみたいだよ。八重樫さんはちょっと長めのトランクスですね。うん、本当にもう、はい、説明会だね。もうちょっと、はい、途中ありましたね。はい、ちょっと持ってみようか、練習で。持っていいんですか？ちょっと行ってみましょうか。はい、はい、改めて意気込みお願いします。はい、これが石垣島の聖火ランナーのユニフォームです。
スタートはなんか長袖に長ズボンだったような気がするけど、はい、それだけ南国石垣島は暑いんですよね。はい、すっきりしますね。楽しみですね。いやいや、ドキドキワクワクしてますよ。大丈夫かな、アキレス腱切らないかな。これから説明会ですね。説明会ですね。こんないっぱいありますね。番号14、13でよかったけどな。13回防衛。そうですね、石垣の最終ランナー。希望の道をつなごうだってね、みんなのオリンピックだよね、うん、やっぱそうですよね、そうきますよね。すごい、具志堅さんが前だから緊張するんですよ。沖縄のアイドルだからね。なんですよ、ね、あの本番は入れないと気づかないんです。これ本番用、これは本番用じゃない、これ練習用です。あ、これ練習用、練習用で入ってない。本番は入ってます。もうちょっと重くなるそうです。う、本番気持ちいい。せーの、イエーイ。あ、いいですね。で、キープで OK です。だったら大丈夫そうですか。完璧ですよ。完璧です。いいですね。はい、ありがとうございます。なんかリングに、リングになんか入場する感じだね。なんかリングに向かっていいね。ちょっちゅね、具志堅さん、具志堅さん、ありがとう、みんなありがとう。この舞台に今具志堅洋子さん到着でございます。それでは一言頂戴したいと思います。具志堅洋子さん、よろしくお願いいたします。皆さん本当にありがとうございます。無事聖火が日本の最南端石垣島へつなぐことができました。皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。本日最終ランナー第3区を務められました具志堅洋子さんにご登壇いただきます。ありがとうございました。大きな拍手でよろしくお願いいたします。終了いたします。本日は誠にありがとうございました。具志堅さん、お疲れ様でした。あ、はい、よかったね。いや、最高ですよ。チャンピオン、ありがとう。荷物受け取って、着替えていただいて、で、受付に会社にお配りしたランナーパスと ID シール一回も下げなかったね。下げなかったね。これ15ラウンド戦うよりきつい。横のガード上げるの何十年ぶりに上げたんだもん。みんな笑顔でいいよね。皆さんやっぱ笑顔になってよかったと思うよ。はい、具志堅洋子です。日本のね、最南端の石垣島で具志堅洋子がいたなという感じで、もう本当に嬉しかったね。本当に私も元気をもらいましたよ。やっぱりそのところ、やっぱ笑顔、やっぱ勇気ね。またみんな力を合わせて頑張ろうと、ね、そういう気持ちになりました。はい、いやいや、本当に県民のね、皆さんのおかげで私はこうして聖火ランナーを持たせていただいていると思います。皆さんの応援です。本当に心より感謝したいと思います。自分の番を待っているというのは昔の世界タイトルマッチを戦うような、なんかドキドキワクワクの気持ちでしたね。笑顔っていうか、それをみんなの見たらやっぱり勇気もらいましたね。はい、ちょっちゅね。具志堅さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか、聖火ランナー。え、
聖火を持っております。ちゃんとした、はい、そうですね、ランナーです。はい、無事終了いたしました。いいつなぎができたと思います。こっちから見ててもやっぱ大成功だったんじゃないかな。はい、皆さんの笑顔が嬉しくてたまらなかったです。具志堅さん、あれですね、走ってる時もずっとありがとうっておっしゃってましたね。はい、島の方々からね、やっぱりパワーをもらったんですよ僕は。はい、今でもそうですけど、やはり石垣島の生まれ育って具志堅陽子がいるんです。どうですか、あのチャンピオンになった時も、うん、凱旋でパレードされたと思うんですけど、もうそれと一緒、もうそんな感じだね、もうたまらないですよやっぱり、はい、改めて聖火リレーやってよかったですね。はい、日本の最南端ね、で私も持たせていただいて、もう本当に、皆さんに感謝をいたします。無事聖火をねつなぐことができたとほっとしております。最後に具志堅さん、インタビュー先ほどされて、うん、結構感動的な感じだったんですけど、うん、途中なんかトーチ落とされたっておっしゃってました。バスの中でさ、一生懸命なんかテンション上がりつつ落ちたんだよ。音がしてもう傷ついをずっと見とったね俺。本当にもうちょこよびもうそわそわしてさ、もう我慢できなくて窓開けましたよ。本当にもう。いや、で私の実家の前通りましたからね、本当に嬉しかったね、うん、本当にあの昭和39年の東京オリンピックは石垣島にやっぱテレビないんだよね、映っていないんだよね。これがこうしてねオリンピックの素晴らしさっていうかね、うん、聖火の素晴らしさっていうか、うん、いやもう本当に感無量です。はい、本当に具志堅陽子ネクストチャレンジこうして持たせていただいております。ぜひ見ていただきたい、登録よろしくお願いいたします。ちょっちゅね、ちょっと大変だからラッツさんは、はい、しげさんちょっと簡単にご紹介、はい、福島から聖火のスタートをしてゴールまでをずっとこのディレクターもうセットになって走ってる方です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とてもチャンピオンいい走りだった。いや、ほら、いい走りだって。とってももう気合入ってる。常に手を挙げて。ほら、これ。さすが。そう、はい。もうだからもう15ラウンド戦うぐらいのそうです、ね、ガード上げてたんだからずっとこう本当にすごかった。だけどできるんだね、うん、やれば。ボクシングやっててよかったですね。よかった。昨日港行って僕ちゃんとチャンピオンと一緒に。ほらほら嬉しいな。明日走るよ。これ持って行っていい？あ、道場のところのこれ持って。やっていい？あ、どうぞやってください。休憩場行く。はい。行ってください。絶対。いい？絶対いいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。